iOS は Apple が開発、提供する iPhone と iPod Touch 向けのモバイルオペレーティングシステムである。現在最も新しいバージョンである iOS15 は iPhone6S、iPhone6S iPhone プラス iPhoneSE とそれ以降に発売された iPhone、iPod Touch、そして iPadOS 非対応の iPad に対応している。iOS バージョンのアップデートは無料で行えるが、 アップデート後に古いバージョンへ戻す行為を行うことはできない。なお、Apple の公式サポートページにはソフトウェアを常に最新の状態にしておくことは Apple 製品を安全に使うための最も重要な方策の一つとの記載がされている。Apple のスマートフォンである iPhone や PDA 機能を持つデジタルメディアプレイヤーの iPod Touch、タブレット端末の iPad に搭載されている。 モバイルオペレーティングシステムである。ただし、iOS13 以降、iPad は iOS が搭載されず、iPad に特化して、iOS の機能を強化した OS である、iPadOS が iPad に搭載されることが、WWDC2019 で発表された。このため iPad で利用できる iOS は、iOS12 以前のみとなっている。 なお iPhone に iPod Touch はこの限りではない。2007年のリリース当初は、本 OS に正式名称はなく、Apple のマーケティング資料には iPhone に、Apple 製、デスクトップ OS、MacOS 0を搭載しているとだけ記載されていた。2008年3月6日、Apple は、本 OS の正式名称を iPhoneOS とした。2010年6月21日にリリースした。 バージョン4.0から現在の iOS という名称を用いている。セットトップボックスの Apple TV には iOS をベースにした TBOS と呼ばれる OS が採用されている。また、Apple Watch には同じく iOS をベースとした WatchOS が採用されている。SHSH SH の発行が終了しているバージョンに対してアップグレード、ダウングレードはできない。 マイクロソフトウィンドウズや iOS デバイス以外の Apple 製ハードウェアと異なり、iOS の各バージョンに対するサポート終了時期は明示されていない。一部例外もあるが、出荷時の OS バージョンプラス4回のメジャーアップデートとメジャーアップデート終了後1年のセキュリティアップデートが慣例となっている。同じくサードパーティーアプリ側の iOS サポート期間も一概には決まっていない。 2018年11月に、当時の最新バージョン iOS14 から3、世代前の iOS9 がインストールされた端末について、ポケモン GO などの主要アプリケーションが動作対象外となったケースがある。2002年、まず iPad の開発が始まったが一時的に棚上げされ iPhone を先に開発する方向へ転換した。2005年、スティーブ・ジョブズが iPhone の計画を始めたとき、ジョブズは Mac を縮小するか、iPod を拡大するかという選択を迫られた。ジョブズは前者を支持したが、マッキントッシュと iPod のチームは、それぞれスコット・フォーストールとトニー・ファデルに率いられ、内部競争の中で互いに対戦し、フォーストールが OS10 を iPhone 向けに開発し直したものが採択された。 よく知られたデスクトップ OS をベースにしたことで多くのサードパーティーの Mac 開発者が最小限の指導で iPhone 用のソフトウェアを書くことができるようになった。フォーストールはまたプログラマーが iPhone アプリを構築するためのソフトウェア、開発キットの作成や iTunes 内のアップストアの開設も担当した。OS は2007年1月9日の MacWorld、コンファレンスエキスポで iPhone と共に発表され、同年6月にリリースされた。発表時に、スティーブ・ジョブズは、iPhone は OS10 が動作するデスクトップクラスのアプリケーションが動作すると主張し、iPhone 発売時には OS10iPhone、2008年には iPhoneOS、2010年には iOS と改名されてきた。当初、サードパーティー製のネイティブアプリケーションはサポートされていなかった。 ジョブズの推論は、サファリブラウザを介して、ネイティブアプリのように動作するウェブアプリケーションを開発者が構築することができるというものだった。2007年10月、アップルはネイティブのソフトウェア開発キットを開発中で、2月には開発者の手に渡る予定であることを発表した。2008年3月6日、アップルはプレスイベントを開催し、iPhone SDK を発表した。 アップストアは2008年7月10日に開設し、当初は約500本のアプリが利用できた。これが2008年9月に3000、2009年1月に1 5000、2009年6月に5万、2009年11月に10万、2010年8月に25万、2012年7月に65万、2013年10月に100万、2016年6月に200万、 2017年1月に220万と急速に増加している。2016年3月現在、100万本のアプリが iPad にネイティブ対応している。これらのアプリはまとめて1300億回以上ダウンロードされている。2007年9月、Apple iPhone をベースに再設計された iPod Touch を発表した。2010年1月27日、Apple は タブレット端末の iPad を発表した。iPad は iPhone や iPod Touch よりも大きな画面を持ち、Web 閲覧、メディア、読書のために設計され、新聞、電子書籍、写真、ビデオ、音楽、ワープロ文書、ビデオゲーム、そして9.7インチの画面を使用した既存の iPhone アプリのほとんどを含むマルチメディア形式とのマルチタッチ操作が動作した。また、 ウェブブラウザのサファリ、アップストア、iTunes ライブラリー、i バックス,ストア、連絡先、メモなども提供された。これらは Wi-Fi および 3G を介してダウンロード、またはコンピュータを介して同期することが可能となっていた。2010年6月、Apple は iPhone の OS を iOS と改名した。この商標はシスコ社が同社のルーターに使用しているオペレーティングシステム、 iOS20 年以上使用されていた。訴訟の可能性を避けるため、アップルはシスコから iOS の商標をライセンスした。2014年9月9日にティム・クックが発表したスマートウォッチの Apple Watch は健康とフィットネストラッキング機能を備えた製品として発表された。2015年4月24日に発売された。オペレーティングシステムには iOS をベースにした。 ウォッチ OS を使用している。2016年10月、アップルはイタリアに位置するフェデリコニセイナポリ大学の新キャンパス内に初の iOS デベロッパーアカデミーを開設した。このコースは無料であり、アップルのプラットフォーム用のアプリケーションの作成と管理に関する具体的な技術的スキルを習得することを目的としている。経営学。 グラフィカルインターフェースのデザインに特化したコースもある。デザインから実装、セキュリティ、トラブルシューティング、データ保存、クラウド利用までアプリのライフサイクル全体についての詳細なトレーニングを体験できるエンタープライズトラックに参加することもできる。2020年現在、iOS デベロッパーアカデミーは世界中から1000人近くの学生が卒業し、 400本のアプリのアイデアに取り組み、すでに約50本のアプリを iOS のアップストアで公開している。2018、2019年度は30カ国以上の国から学生が参加した。そのうち35名が毎年6月上旬にアメリカ合衆国のカリフォルニア州で開催されるワールドワイドデベロッパーコンファレンスへの参加が決定していた。 2019年6月3日、2019年、WWDC で iPad 向けの iOS である iPadOS が発表され、2019年9月25日に一般リリースされた。搭載されているものには、非搭載ワーで記した。内蔵アプリケーションについて、iOS5 以降では、最近使用したアップの一覧が表示されるようになった。iOS7 以降では、 アップを使用してなくてもバックグラウンドで更新ができるようになった。ホーム画面に戻ればアップはスタンバイ状態になる。ホームに戻ってから数分か別のアップを使用中に自動でアップは終了するためアップスイッチャーからアップを閉じることができる。また強制終了に使える。iOS ではユーザーのプライバシー保護とセキュリティのためルートアクセスが通常不可能であるなどの制限が かけられている。ルートアクセス解除する行為は脱獄と呼ばれ、アップルはしないよう強く警告している。こういった行為は、iOS 端末の使用許諾契約に違反している。デザイン投用疑惑2012年9月20日、スイスの新聞はアップルが、スイス連邦鉄道の許可なしに、スイス鉄道時計のデザインを、i o s 六用の時計アプリケーションのアイコンとして、投用したと報じた。 後には開始ライセンス契約を結んだ。なお、iOS7 以降は、当該アプリケーションのアイコンデザインは変更されている。地図アプリケーションの問題 iOS6.0 から搭載された、Apple が独自に開発した地図アプリケーション、マップの精度の低さが話題となった。具体的には存在しない駅名、パチンコガンダム駅や地名が表示されていたり、 東京タワーを 3D に表示させた時の図が、鉄塔というよりも、高層ビルになっているなど、3D 表示の正確性に問題があった。クラウドベースのサービスであり、多くのユーザーが使うほど改善すると当初アップルは、コメントしていた。しかし、9月28日に、ティム・クック最高経営責任者の声明で、自分たちに課した基準に達することができませんでしたと。 公式ウェブサイトで謝罪している。また、状況が改善されるまで、Google の Google マップも含めた他社の地図アプリケーションを、App Store での購入や、アイコンダウンロードで使用することを推奨している。なお、Apple が自社製品に関して謝罪するのは極めて異例な出来事である。2013年2月にリリースされた iOS 6.11b で、 日本のマップが改善されていることが分かり、3月11日には一般にもマップデータが改善され、不明瞭な部分は修正され、より明確なデータに変更された。1970年1月1日問題 iOS8 から9.3ベータ3搭載の64ビットプロセッサが内蔵された iPhone、iPad、または iPod Touch で、 時計の自動設定をオフにした後2970年1月1日に設定して再起動すると Apple のロゴマークの画面のまま動かなくなるバグが発生したこのバグが発生した場合ファームウェア復元すら不可能となり Apple Store での修理対応になるタイムゾーン設定に起因するものではないかと言われており日付を限界まで戻すことでタイムゾーン設定の状態によっては 値が0以下になってしまい、システムに破壊的な影響を与えるのではないかと考えられる。このバグは iOS9.3 以降にアップデートすることで改善される。なお、iOS9.3 へのアップデートの説明では、日付を手動で1970年5月以前に変更して再起動操作を行うと、iOS デバイスが起動しなくなることがある問題が、 修正されますと記載されている。また、非公式ではあるが、完全に放電した後に充電することで解消されることもある。バッテリーの劣化による意図的なパフォーマンス低下2017年、一部のユーザーから iOS をアップデートしてからパフォーマンスが低下したとクレームが相次いだ。リチウムイオンバッテリーが劣化した iPhone s s SE が突然のシステム強制終了を防ぐために iOS 10.21以降のバージョンでパフォーマンスを制限する機能を追加していたにもかかわらずユーザーに公表せずバッテリーを交換すれば元のパフォーマンスに戻ることも公表しなかったユーザーは最新の iPhone の買い替えを強いられたとしてアメリカ合衆国で訴訟問題に発展している 2017年12月28日、バッテリーが劣化した iPhone の意図的なパフォーマンス低下について Apple が問題の経緯と対策を説明するサポートページを公開した。古い iPhone の買い替えを流すためではないかとの非難についてはお客様による製品の買い替えを流すために私たちが意図的に Apple 製品の寿命を縮めたり、 お客様の体験が損なわれるようにしたことはこれまでに一度もなく今後も決してないとして強く否定した。一方でパフォーマンス低下は経年劣化したバッテリーによる突然のシステム強制終了を防ぐための仕組みだったが説明不足だったとしてユーザーを失望させたことについて謝罪した。信頼回復のためにアップルは iPhone6 以降の端末で バッテリー交換が必要な場合、保証対象外の交換費用を2017年現在の8800円から3200円へ減額する措置を取った。この措置は2018年1月から12月まで実施された。2018年早期の iOS アップデートでバッテリー状態の表示を追加し性能に影響を与えているかどうかユーザーが把握できるようにする。 電源管理についても改良を続けると公表した。iOS11.3 にてバッテリーの状態オプションが追加された。iOS12 ではバッテリーの状態からベータ版の表記がなくなり、バッテリーの使用状況をグラフで視覚的に確認できるアップデートが提供された。iOS12.1 にてサポートの対象を iPhone 8、iPhone 8 Plus iPhone X に拡大。グループ通話アプリケーションでの登場バグアップルのグループ通話アプリケーション FaceTime でビデオ通話を行う際に個人間通話からグループ通話に切り替え自分の電話番号をグループに追加すると相手が FaceTime に出る前に相手のデバイスの音声と映像が表示されるバグが発見された。このバグはアメリカ・アリゾナ州に住む当時14歳の 少年によって報告された。この問題は iOS12.14 にて修正された。基本的に MacOS をタッチパネルの携帯機器に最適化した形で再構成したもので UI は全く異なるものの DARWIN カーネルの上に Cocoa ベースのアプリケーションフレームワークが載っている構成は MacOS と共通する。ただし、 MacOS の根幹技術の一つであるカーボンやユニックス関連の機能の多くが削られ、開発者はココアタッチ、メディア、コアサービス、そしてコア OS という4つのレイヤーを通じて OS にアクセスする。マルチタッチパネル、加速度センサーなどを活かした従来にはない特徴的なユーザーインターフェースで注目を集めた。スティーブ・ジョブズ時期時期の指名により、 初代 iPhone の開発初期から TOS の開発責任者を務めたスコット・フォース・トール曰くジョブズ自らの指示をもとに小さな子供からお年寄りに至るまで説明書いらずで直感的に操作できるようにデザインしたとコメントしている当初はユーザーによるアプリケーションの追加は認められていなかったが2008年6月より SDK が整備され アップストアで自由にアプリケーションを追加できるようになっている。iPhone SDK の登場により、ココアフレームワークと開発言語としての Objective-C が改めて注目されることとなった。iPhone は Java 仮想マシン、Carbon を搭載しておらず、iPhone 向けネイティブアプリケーションの開発には基本的に Objective-C を習得する必要がある。カーネルは 当初からマルチタスク対応であり音楽再生などの OS に組み込まれたプロセスはバックグラウンドで実行させることができたが iOS6 まではバッテリーやメモリ容量の制約から一度に起動するアプリケーションは一つに限定されていた CPU およびメモリが増強された iPhone4 以降が必須である iOS7 からはこの制約は撤廃されたなお iOS は シスコシステムズの商標であるが、同社は、アップルの投商票の取得に合意している。iPhone、iPod Touch、iPad 用のサードパーティーアプリケーションは、App Store 経由で配布、販売されている。当初は、セキュリティ上の理由から、Web ベースのアプリケーションのみが認められていた。しかし、2008年6月からは開発者に、ネイティブアプリケーションソフトウェア開発キットが提供され、 iPhone 3G の発売と同時に App Store 経由でのサードパーティーアプリケーション配布が開始された。App Store で配信されるアプリケーションは、プライバシー、セキュリティ、コンテンツに関する高い基準を確実に満たすことが必要とされているが、これらを満たさない場合は、Apps e のガイドラインに違反するとして、 当該アプリを排除する方針になることが多々ある。SDK、SDK は以下のコンポーネントを含む。ありがとうございます。